公園で遊んだ。昨日僕は公園で遊んだ。文房具屋で色鉛筆を3本買った。文房具屋で色鉛筆を3本買った。文房具屋で色鉛筆を3本買った。 文房具屋で色鉛筆を三本買った。うさぎは動物だ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 。うさぎは跳ねる。うさぎは跳ねる。うさぎは跳はねる。うさぎははねる うさぎは白い。うさぎは白い。うさぎは白い。僕は三年生だ。僕は三年生だ。僕は三年,年,年生だ。犬が吠える。 犬が吠える犬が吠える犬が吠える空が青い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 ,が青い私の机はとても大きい私の机はとても大きい 私の机はとても大きい。私の机はとても大きい、あれが有名な富士山です。あれが有名な富士山です。 あれが有名な富士山です。みんながどっと笑った。みんながどっと笑った。みんながどっと笑った。みんながどっとっ,がどっと笑った。空に白い雲が浮かんでいます。空に白い雲が浮かんでいます。空に 白い雲が浮かんでいます。空に白い雲が浮かんでいます。昨日本を買いました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 。 丸い月が出た。丸い月が出た。丸い月が出た。きれいな花が咲いた。きれいな花が咲いた。綺麗な花が咲いた。 難しい問題に答える。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 冷たいアイスクリームを食べる。冷たいアイスクリームを食べる。冷たい。 アイスクリームを食べる。冷たいアイスクリームを食べる。広い校庭で遊ぶ。広い校庭で遊ぶ。広い校庭で遊ぶ。広い校庭で,で遊ぶ。車がゆっくり走る。

早く起きる、早く起きる。元気に遊ぶ、元気に遊ぶ。ここでしばらく休もう。ここで しばらく休もうここでしばらく休もうとても面白い本です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 ,も,本ですもっときちんと並びなさい もっときちんと並びなさい。もっときちんと並びなさい。もっときちんと並びなさい。やっと宿題が終わった。やっと宿題が終わった。やっと宿題が終わった。 やっと宿題が終わった。雷がゴロゴロとなった。雷がゴロゴロとなった。雷がゴロゴロとなった。と、トントン叩く。

亀がのそのそ歩いている。亀がのそのそ歩いている。亀がのそのそ歩,歩,歩いている。お寺の鐘がごーんとなった。お寺の鐘がごーんとなった。お寺の 金がごーんとなった。お寺の金がごーんとなった。お腹が空いた、だからおまんじゅうを食べた。お腹が空いた、だからおまんじゅうを食べた。お腹が空いた、だからおまんじゅうを 食べた。お腹が空いた。だから、おまんじゅうを食べ,た,食べ,た,食べ,た,食べた。食べるなと言われた。食べるなと言われた。僕は走った。しかし、間に合わなかった。僕は走った。 しかし、間に合わなかった。僕は走った。しかし、間に合わなかった。僕は走った。しかし、間に合わなかった。空が暗くなった。そして、雷が鳴り出した。空が暗くなった。そして、雷が鳴り出した。 空が暗くなったそして雷が鳴り出した空が暗くなったそして雷が鳴り出した電車で行くのですかそれともバスで行くのですか電車で行くのですかそれともバスで行くのですか 電車で行くのですかそれともバスで行くのですか電車で行くのですかそれともバスで行くのですか今日は暖かい。だからセーターを脱いだ。今日は暖かい。だからセーターを脱いだ。 今日は暖かいだからセーターを脱いだ朝は晴れていたところが午後から雨になった朝は晴れていたところが午後から雨になった朝は 晴れていた。ところが午後から雨になった。朝は晴れていた。ところが午後から雨になった。テストは優しかった。でも一問だけできなかった。テストは優しかかっったたででも一問だけできなかった テストは優しかった。でも、一問だけできなかった。図書館へ行った、そして本を借りた。図書館へ行った、そして本を借りた。図書館へ そして本を借りた図書館行ったそして本を借りたここがあなたの家ですか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 ここ あそこにいるのが僕の父です。あそこにいるのが僕の父です。今、そっちへ行きますよ。今、そっちへ行きますよ。今そ

君はどのチューリップが欲しいですか一緒に帰ろう。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 本を10ページ読みました。本を10ページ読みました。本を10ページ 読みました。本を10ページ読みました。鳥が飛んでいる。鳥が飛んでいる。鳥が飛んでいる。一緒に宿題をしよう。一緒に宿題をしよう。一緒に 宿題をしよう。一緒に宿題をしよう。昨日、おじさんの家へ行きました。昨日、おじさんの家へ行きました。 ゆみちゃんもリンゴを食べますかゆみちゃんもリンゴを食べますかゆみちゃんもリンゴを食べますかさかあがりはできますかさかあがりはできますかさかあがりは できますか逆上がりはできますかここ,ててここで待っていてください。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 飛行機が空高く飛んでいます。飛行機が空高く飛んでいます。 飛行機が空高,行機空高く飛んでいます。カブトムシに糸を巻いて飛ばそうとしましたが飛びません。カブトムシに糸を巻いて飛ばそうとしましたが飛びません。カブトムシに糸を巻いて 飛ばそうとしましたが、飛びません。カブトムシに糸を巻いて飛ばそうとしましたが飛びません。ゆうべ雪が降りました。ゆうべ雪が降りました。ゆうべ雪が降りました。 ゆうべ雪が降りました。僕は風邪をひいたので学校を休みました。僕は風邪をひいたので学校を休みました。僕は風邪をひいたので学校を休みました。 僕は風邪をひいたので、学校を休みました。普通の魚は水の中を泳ぐだけですが、飛び魚は空中を飛ぶことができるのです。普通の魚は水の中を泳ぐだけですが、飛び魚は空中を飛ぶことができるのです。普通の魚は水の 中を泳ぐだけですが、飛び魚は空中を飛ぶことができるのです。普通の魚は水の中を泳ぐだけですが、飛び魚は空中を飛ぶことができるのです。 最後まで見てくれてありがとうございます。これからも一緒に勉強してくれる人は、ぜひチャンネル登録してくださいね。ではまた。